今出た企画はヤフー1位から10位以内にする。キーワードサーチングコールとキーワードツール使いながらランキング見ながら、ワードプレスで進めていく。それとプライドキーボードなんとかな、いろいろもろもろで、無料レポートはこうとかいろんなんでしょ。でね、意外にね、やるもんちゃう。俺ね、あの、ワードプレスをね、9月の月末買ってんですわ。それも、管理画面でってね、あとやるだけやけど、それと、それ、もう、10、11、2ヶ月でしょ。ね、広告コムっていうのは、出会い系のテンプレートで一回だって売ったけど、ブログでやったけど、パッとしないしね。で、電脳ロシやって、昨日あの FC2 ランキング39ぐらいでした。やっぱ食えば元気やね、声が。ほいでね、俺じゃ話があるからね、YouTube でね、いろいろ、なんとか、あの、女子社員がね、ブラック企業で辞めてホームレスになったとか、俺はね、あの、変な言い方やけどね、変じゃないけど、あの、姉の旦那に言われました。しげちゃんはハイエナみたいな性格言ってね、俺、親にね、ずーっと親が96死んだんですわ。それで、俺はね、親から年金35,000もらってね、それ何年前から50の時からもらったんですわ。だから、50から60まで35,000ずーっともらってんですわ。それで、参考に教えておきますわ。黒ちゃんはね、20歳の時にね、30万、25の時にね、15万。それで、30になっても10万もらってます。十何万。だからいろんな人間おんですわ。だからそれもらえるっちゅうのが利口なんですわ。クレーニングもね、クロちゃんがもらったんですよ、多分。だからね、やり方が下手。それでホームレスになったよね。なんか家おったけど。あれね、家おって最後のやな、税金とかなんとかでね、なんか死したそうですわ。だからやり方はね、それ自分でね、家のもの全部売ってね、その、どっか逃げるとかね、そういうことをすればいいの、しなさいっていうことね。自分の身の、だからね、あっという間にあれですよ。俺も35,000のホームレス、自分のお金でね、本当に言ったら友達に60万貸したから、毎月2万ぐらい入ってきたけど、2、3年はね。35,000で本当ね、2ヶ月、1ヶ月35,000生活してたらね、俺1週間ですよ。2ヶ月かからね、あと食うや食わずね、62キロの体重58キロですよ。ほいで、ホームレスじゃ風邪ひかない。もう抵抗力できてるからね。あれ面白いもんね。ほいで、俺は免許持っとったからね。だからそれはね、生まれもあるんですよ。親から大型トレーラー、大型二種ね。大型二種は俺、自分で言ったけど、親の金ね。ほいで、車5台買ってもらったし、ね。だからその生まれも多少ある。生まれは関係ない。個人のね、生命力ですわ。それね、その子ね、もう一人その、ホームレスになった女はね、また復帰したけど、見とったらね、私あの家帰ったらお母さんに申し訳がならないってホームレス。死ぬよりいいでしょ、お母さんとこ行ってね、家の前じーっとしようんです。そんなもう家が入れるね。それとね、やっぱ人間って金がなくなると危ないでね、うち、わしの姉貴の旦那のところにね、俺ね、仕事こういう性格からね、20個買わしておるっちゅう。俺は100個買わってんの。だから多分日本で最高だろ、俺。税収3枚、4枚、5枚ぐらいな、俺は。それでも生き抜いてるでしょ。だから親がね、おったからね、仕事辞めちゃ、これあれ、で、まあ、言うてね、かがなってね。それもね、ほんと言ったらね、親も子もらんね、じーっと我慢するんやけど、そういう風な感じやから、ほんで、家帰ってゴロゴロゴロして、ね、待って3ヶ月してるし、気分いたら親が絡まって、仕事して。俺は生き抜いたでしょ？今現在生活を受けるのも大変なんですよ、これ。そこまで、その手前でも倒れるんだから。だから62キロの体重から68キロになりました、この生活保護で。だからね、生きるのが下手。まあ、以上切る。一回。アファイルがどんなのか。